これはさすがに危険すぎますよね。試し引き。はい、こんにちは、山口和也です。今日もギターライフは少しでも豊かになるよう情報を発信していきます。良きサウンドを追求するギタリストの皆さんはぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで2022年寅年ということで明けましておめでとうございます。虎はもともと漢字の縁が由来と言われ、人の前に立つという意味だったり、こちらの縁から伸ばす成長するという意味があったりするそうです。なので今年も多くの方に見ていただけるよう YouTube 頑張っていきたいと思ってるんですけれども、今日はそんな虎年の初っ端にジャストフィットなペダルのご紹介です。皆さん、コロンボオーディオエレクトロニクスってご存知ですか？このコロンボ、実はイタリアで有名なハンドメイドペダルブランドで、こんなに数多く優秀なペダルをリリースしています。で、ある日このコロンボの代表でありビルダーであるルカ・コロンボさん本人よりメールをいただきまして、要約しますと、はじめまして、私はルカ・コロンボと言います。ギタリストでペダルブランドを主催しています。私は日本の文化が大好きで大変リスペクトしていて、新婚旅行先にも日本を選んだほどなんですけれども、そんな日本の皆さんに私たちのペダルをぜひ知っていただきたいんですけれども、ご協力いただけませんか？嬉しいですね。なるほどなるほど。で、実は非常にタイトでダイナミックなディストーションオーバードライブの自信作がありまして、アートワークは日本のとあるアニメをモチーフにしました。それがこちらのナオトです。おお、これタマスク丸パクリやんかーい、とまあ最初にこんなやり取りがありまして、権利関係専門的に詳しくはありませんでしたが、確かにアニメ界隈には同人的な文化はありつつも、キャラクターケーキ屋さんが書類送検されたりと、日本で紹介するには危なっかしいし、いろいろ問題あるので、ちょっとこのデザインのペダルはご紹介できないです。虎は虎でもトラブルはごめんなさい、ということでお断りしたんですけれども、ルカさん、なるほど、言われてみれば確かにそうですよね、直しますと懲りずにですね、どんどん修正されたデザインを送ってこられました。はい、オリジナルでイラストを描き直しました。いかがですか？いや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 、まだまだこれ全然危険です。ではでは、こんな感じ。はい、かなりシンプルにまとめました。いかがですか？はいはい、短いセリフならありかも。イラストも虎の顔だけなら安全。でも目が光るのいいけど、なんかちょっと怖いですね、などなど。そのやり取りの感じから、キャラで儲けようとかではなく、単純に愛なんだろうなと。ルカさんの人柄も、そのやり取り自体も面白かったので付き合わせていただきまして、とりあえず出来上がったのがこちらです。はい、こちらいかがでしょうか？出来上がりましたが、見てみましょうか。イラストはシリアスな虎の顔だけ、名台詞もペダルを踏む時の心理状態とリンクするのでいい感じ。まあとりあえず引用という形に収まった感はあります。まあ、ヒップホップや最近のポップスなど音楽の世界では過去の名曲の引用というのは当たり前に行われていますが、デザインってどうなんでしょうね。まあこのあたりは合法非合法というよりはモラルの問題だと思うので、ぜひ皆さんのご意見ご感想コメント欄にてよろしくお願いします。まあ容認していくのか禁じていくのか、このあたりの議論が今後のペダルデザイン文化についてちょっと面白いトピックになればと思い、あえて炎上覚悟で話題にしてみました。で、肝心の音はどうなんだよということなんですけれども、これがかなりいいんでびっくりしました。これオーバードライブとディストーションの中間的な印象、どっちにもいける感じです。真空管がヒリヒリなるような響きのあるチューブアンプ的な美味しいいいところが聞こえる歪みです。まあまずは聞いていただいた方が早いかと思いますので、ぜひお聞きください。どうぞ。
はい、いかがだったでしょうか。これ良くないですか。これかなり優秀なペダルで、正直気に入っちゃいました。これかなり歪ませても破綻しない抜けのいいサウンドとか、ギターのボリューム絞れば飛び出てくるあのガラストーンとか、このワントーンではあるものの、トレーブルとハイミッドの中間ポイントを中心とした可変で、音作りの時に取り回しもすこぶるいいとか、まあおまけにローノイズで現代のドライブ系ペダルとして抑えるべきところを抑えていつつ、良いチューブアンプの美味しい響きが色濃く入ってる、ちょっと驚きのサウンドでした。しかも海外ハンドメイドにしては$172、まあ約2万円ほどと、かなり抑えられた価格で、まあぶっちゃけこのデザインでなくても人気出そうな感じなんですけれども、まあそこはビルダーさんの思いもありますし、まあ世の中たくさんのペダルありますから、まあピンときた方にとって良き出会いになれば幸いです。ということでいかがだったでしょうか。コロンボオーディオエレクトロニクスのナオト。いろいろ物議を醸しそうなペダルですが、気になった方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。ということで今回もご参考になりましたでしょうか。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、シェア、全部まとめてよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。ではね、またね、バイバーイ。